はいどうも皆さんこんにちは。私の名前はおーちゃんと言います。春ですね。春といえばいろんな食べ物美味しくなるんですけど、やっぱね、私が一押しの春の食材といえばこれだわな。ホタルイカ。しかも富山県産、これが味噌よ。他にも産地あるんですけど、言っちゃ悪いけど富山のホタルイカはレベチです。もう綿の旨味が全然違うので、3月1日に富山でホタルイカ漁解禁されるんで、3月以降富山県産のホタルイカが出回るようになるんですよ。もうそうすると春だなっていう感じなんですけど、今日もデパ地下でホタルイカをボイルしたやつ富山県産の見つけたんで買ってきちゃいました。でこのホタルイカに合うのがこれだわ。わかめ。ホタルイカとわかめって結構合うから、ここにからし酢味噌がついてるんですけど、ホタルイカとわかめをからし酢味噌にあえて食べたらめちゃくちゃ美味しいの。ということでホタルイカと一緒に食べるためにわかめ買ってきました。しかもこれ生です。なんか皆さんね、わかめって言ったら緑色のやつを想像するかもしれませんけど、生のわかめって茶色いんですよ。なんでかっていうと、生のわかめには赤の色素と緑の色素が混じってまして、その緑と赤が混じることでなんか茶色っぽく見えるんですよ。これがうまいのよ。やっぱ春といったら生わかめですよね。生わかめ茹でると茹でたてはめちゃくちゃ美味しいの。食感が全然違う。シャキシャキってしてね。ホタルイカは茹でてあるんですけど、わかめまだ茹でてないんで、これ今から茹でるわ。ここに少しお塩を加えます。ドイツの岩塩アルペンザルツ。沸騰してきたね。じゃあわかめを取り出しましょう。見てください、これが生わかめよ。せっかくだからみんなで面白いものを見せてあげる。わかめをちょっとお湯につけると、ほら一瞬で緑色に変わりました。お湯につけた部分だけ緑色に変わりましたね。これはどういうことかっていうと、さっきわかめの中には緑の色素と赤の色素があると言いましたけど、熱で赤の色素が壊れて緑色が浮き上がってくるんですよ。だから茶色いわかめをお湯に入れると緑になるわけ。ほらこれが皆さんのよく知るわかめの色でしょ。さっとお湯にくぐらせるだけで、茹ですぎるとクタクタになりますから。茹でたわかめを水で急速に冷やして、ポン酢を用意してわかめをちぎっておポン酢につけて食べると、うわーめちゃくちゃ美味しいんですよ。ホタルイカとからし酢味噌で食べるのももちろん美味しいんですけど、茹でたてをポン酢でいただくのもなかなかいいですよ。これが普通の食べ方。聞こえました？この音。すごいシャキシャキした感じの音してましたよね。これが生わかめの食感です。すごい歯ごたえがあって美味しいのよ。春といえば生わかめだがね。さらに茹でていこう。ういーわかめをお湯に入れて一瞬で緑に変わるこの瞬間が気持ちいいのよな。よく見るとなんかゴミみたいなのがお湯の中に浮遊してます。わかめになんかゴミが付着してたんですね。でもそれも生わかめの証。わかめのもともとの生息場所で自然についてた何かがお湯の中にこう浮き出してるってこと。自然の海藻なんて表面にゴミとかいろいろついてますからね。その自然体のまま収穫されて売られてたってこと。それだけこのわかめが天然で新鮮っていうこと。ふいーうーしゃぶ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 。よしもう火通っただろ。茹でたらすぐに冷却。冷たい水で余分な熱を飛ばします。おーこっちもゴミ入っとる。なんかゴミが落ちてるな。まだゴミついてるかもしれんから何回かゆすごうかな。ていうかこのゴミなんだろう、気になるのでピンセットで取り出してみようと思います。おっ、なんだこれ。ゴミかと思ったけどこれエビじゃね？いやエビではないか。でも甲殻類だよな。多分この形は短脚類、いわゆる横エビの仲間ですね。なんだろう、ワカメ食ってたのかな、それとワカメの表面に付着してる有機物とかを食べてたのかもしれませんね。ってことはさ他にもわかめに付着した生物がこの中に混じってるかもしれんってことじゃん。しっかりゆすごう。他にも生物が混じってないかちょっと確認しよう。これも多分同じ種類ですね。気持ちいいので切れ端つまみ食いしながら探します。なんか見えてるここに。あこれもだ。形崩れちゃってますけど多分同じもんですね。もう一回わかめをすすぐ。なんか甲殻類らしきものが浮いてる。ほっこれも同じ仲間かな。なんかちょっと違う気もするけど、でも横エビの仲間ですね。淡水でも水草が去ると結構横エビついてるんですけど、海藻にもついてるんですね。こんなところにもいたわ。うわこいつちっちゃ。ザルを水からあげたらこんなところにも引っかかってました。一回ゆすいどこか。チピチピチャパチャパルビルビラパラバ。何時に異物なかりしか。こんなところに一匹いました。こいつだけかな。結構甲殻類がついてるもんですね。っていうかさっき見えてたゆで汁のゴミって甲殻類じゃないの。なんかぽくない？というわけでこれでこし取ってみよう。うわーやばいやばいやばい、いっぱいおる。わかめのゆで汁にいっぱい横指の残骸入ってました。うわー、まだいっぱいおるやろ。うい、うわー簡単に取れるな。これ横指と違うよ。ほら、なんか違うでしょ。なんかでかいし細長いよね。え、なにこれ、なにこれ。まあ、甲殻類ではあるんだろうね。なんだろうこれ。こっちの横指たちとは違う何やら異質なものが混じってました。なにこれ。はい、これはワレカラという生物です。横指に近い仲間なんですけど、腹部の節とか足が退化してめっちゃ少なくなってます。ワレカラは海藻やホヤなどにくっついて、その表面に付着する有機物を食べています。殻が脆くて乾燥すると裂けてしまうことから、殻が割れると書いてワレカラという名前がついたそうです。よく見るとこっちにもワレカラが1匹紛れ込んでます。わかりますか。これ小さいですけど、これもワレカラですね。実は生ワカメを買ってきたのはこのワレカラが見たかったっていうのも理由の一つです。もちろん生ワカメシャキシャキして美味しいし、ホタルイカと一緒に食べたら美味しいんですけど、でもさ、それだけだったら生ワカメをボイルしたやつを買ってこればいいじゃん。そうじゃないんですよ。生ワカメをあえて家で茹でることによって、生ワカメの表面に付着してるワレカラなど、うわ、こいつでかくね。え、めっちゃでかい。やばっ、こいつ大物だわ。巨ワレカラ。あ、ちなみにこっちの方が頭部で、腹部はこの辺です。あえて自宅で生ワカメを茹でることによって、ワカメの表面に付着しているワレカラなどの生物を観察することができるんですよ。ワカメは食べても美味しいし、生物観察することもできる。つまり一粒で2度美味しいんですよ。だから生ワカメを買ってきて茹でたわけ。でもこんなにたくさん横指がついてるとは思いませんでした。前にもワカメについてるワレカラを観察したことがあったんですけど、その時はこういう横指はついてませんでしたね。でも何がつくかはワカメを採取する海域によるんでしょうね。この茹で汁の中にいっぱい横指が混ざってます。甲殻類アレルギーの人は生ワカメ茹でて食べるのやめといた方がいいかもね。わかめを茹でることで、横指とかワレカラの出汁も煮汁の中に出ちゃって、それがわかめに付着しますからね。危ない。マジで甲殻類アレルギーの人は生わかめ気をつけた方がいいと思う。キリがないんでもう取るのやめました。生わかめにこんなにたくさんの甲殻類が付着していました。こういうでっかい海藻にはこんな小さな甲殻類がついてるんですね。このちっちゃい甲殻類、お魚さんたちにバクバク食べられてます。つまりこういうでっかい海藻はお魚さんの隠れ家になると同時に餌場でもあるんですよ。だから海藻周りって小魚が多いの。わかめとホタルイカとからし酢味噌にこいつらも絡めて食べます。まあ桜エビみたいなもんですから、同じ甲殻類ですからね。桜エビ混ぜるようなもんですよ。こうやったら茹で汁の中の甲殻類根こそぎ取れますね。ではこの茹でたわかめを適当に切ります。つまみ食い。うまいうまい。この茎の部分、うまっ。せっかくなので魚の餌にしてみましょう。これ家で飼ってるオイカワですね。これに小ぶりのやつを落としてやる。食べるかな。びっくりしとるから食べないかな。お、食べた食べた食べた。ちっちゃい子は順応性が高いね。おー、食べてる食べてる。ちっちゃい子はよくは育ち盛りだもんで、このように自然界では海藻についてるちっちゃい甲殻類がお魚さんの餌になっております。貴重な食料。水槽に入れられてばっかのめっちゃ緊張してるオイカワでも食べるぐらい横指美味しいってことよ。これを食べるしかないだろう。わかめをボンボンボン。ちょっと量多いな、半分でいいや。こんな感じ。ここにホタルイカをボン、からし酢味噌をドバー。これじゃちょっとからし酢味噌足りないんで、追いからし酢味噌。色が違うけど、まあ、気にしたら負け。そしてここにわかめについてた甲殻類たちを投入。わー、ちょっとつまみ食い。うん、普通の甲殻類ですね。これを混ぜ混ぜします。混ぜ混ぜ。うん、美味しそう。じゃあもう早速食べよう。おつまみだ。ホタルイカとワカメって言ったらもちろんビール。アサヒスーパードライ生ジョッキ缶。見てこの泡、この泡のキレがいいの。ごめん、みんな乾杯。うい、あー、うまいわー。じゃあ早速このうまい生ジョッキ缶とうまいホタルイカとうまいわかめとうまい甲殻類いただきまーす。もう春って言ったらホタルイカとわかめなんですけど、わかめの中に横指とかワレカラみたいなちっちゃい生き物がくっついてることをね、皆さんもぜひ覚えておいてください。生わかめでさ、この漁場から取ってきた自然体のわかめに何もついてない方がおかしいでしょ。なんか逆にね、わかめ買ってきてわかめにああいう甲殻類がついてたらみんな喜ばないかんわ。このわかめはちゃんと自然体のわかめなんだねって、こんなに甲殻類がいっぱい生息して豊かな海域で育ったんだねって言って喜ばないかも。それを知ってほしくて今回こういう動画を作ってます。別に私がねホタルイカとワカメ食べたかったからやってるわけじゃないですよ。別にビール飲みたいからこういう動画撮ってるわけじゃないですよ。皆さんにああいうちっちゃい甲殻類の存在を知ってほしくて動画にしてるんです。わかる？もしかしたら皆さんが食べるワカメにもくっついてたかもしれないんでね、ちょっと考えてあげてください。で、エビカニアレルギーの人は気をつけてください。茹でたワカメとかにも甲殻類の出汁がついてるかもしれないんで。